ぴょんりーは、韓国系ブラジル人のイリュージョニスト、催眠術師、ユーチューバー。本名は、ハイメヤング、ライチョウ。YouTube に、催眠術を扱うチャンネルを持ち、チャンネル登録者数は700万人を超える。2018年には、フォーブスブラジル版が30歳未満の優れた人物を90人、集めた、フォーブスアンダー32、名前が上がった。1992年、 サンパウロを生まれ、父は韓国からの移民で、ブラジルで出会った女性との間にできた子がぴょんである。YouTube のチャンネルにある、イーストリアダミーニャビーダと題した動画の説明によれば、ぴょんが9歳の時に、父と口論の末に母は家を出て行き、それ以来、母には会ったことがないのだという。同時に父はパートナーに裏切られて、仕事を失い、酒を飲むだけで、 子供の世話をしなくなってしまった。ぴょんと二人の弟は、祖父母や父の兄弟が、親代わりとなって育てられた。十代の頃、ダンスや魔術の素質があることを示し、プログロマ、シルビオ・サントス、プログロマ・ドゥー・ラ・チンホ、ドミガン・ドゥファ・ウタを、プログロマ・ダ・サブリナ、レイヒン・ダ・ー・リオス、エレナーといったテレビ番組に出演した。十六歳から芸名として、ピング・リーを名乗るようになった。 パウリスタ大学法学部を卒業後、催眠術に興味をそそられ、これを専門とした。彼は現在、彼のチャンネルで、いくつかの有名なゲストとデモンストレーションを行っており、クエーサー研究所と呼ばれる、臨床催眠センターを運営しています。2020年、リアリティ番組、ビッグブラザー第20シーズンの参加者に選ばれた。彼は、サミー・リーと結婚しており、 サミリーには2020年2月16日に生まれたジェイクという息子がいる。2020年3月、ビッグブラザーの20シーズンの参加者の一人であるビアンカ・アンドラーでは、ピョンリーが彼女と他の二人の監禁同僚に嫌がらせをしたと述べました。声明の1ヶ月前にリオデジャネイロ州の市民警察は、催眠術師がリアリティショーに参加している間の行動を、 検証するための記録が作成されたことをすでに通知していました。YouTube では、これによって検討されているピョンのプロの同僚であるフェリペネトと講習によって批判します。記述紙の記者会見は声明の中で関係者全員が彼らが気にならないことを明らかにしたと述べた。ありがとうございます。